初演時のポスター、ルイーズは、ギュスターブ・シャルパンティエによる4幕のオペラであり、作曲者自身は音楽小説と称している。1900年2月2日に、パリのオペライコールコミック座で、アンドレ・メサジェの式で初演された。エドガール・アン・リブトリーによる1888年のシャルパンティエの肖像が、シャルパンティエのローマ大賞受賞による、ローマ滞在中の1888年から、 書き始められ、その後パリに戻り1900年の初演直前に最終的なものが完成した。ルイーズは文学史上、エミール・ゾラヤ・アギ・ド・モーパスさんの自然主義によるオペラと位置づけられる。イタリア発祥のベリズモとは、庶民層の日常に起きる血生臭い殺人事件を扱う文芸作品を指すが、ここで言う、自然主義とはそのベリズモの先輩格として、 フランスで誕生した潮流である。を挙げることができる。本作の特徴は普通なら、合唱として一括りにされるような早くの歌手までが、詳細に役が割り当てられていることが指摘できる。また、オペラの主題となりそうもない労働者階級の日常が表現されている点は、斬新と言える。恋愛だけでなく、両親と娘との確執といった、当時の世相も、 国名に表現されている。初演は大成功を収め、最初のシーズンに100回をこなし、1935年までに1000回という上演数を記録した。1939年には、サイレント映画のナポレオンやテツロの白バラで、名高いアベル・ガンス監督により、グレース・ムーアとジョルジュ・ティル、アンドレ・ペルネラの出演で映画化され、後に DVD も発売された。 メアリーガーデンこの作品はたちまち世界各地で演奏されるようになり、シャルパンティエの名を広めた。1901年にはブリュッセル、ブタペスト、ミラノ、アルジェで、1902年にはベルリン、プラハ、ウィーン、ジュネーブ、ストックホルムで上演されていった。また、マルト・リオトンの後、1900年4月10日から主役を引き継いだ。 スコットランド出身の名ソプラのメアリーガーデンにとってもルイーズは当たり役となった。アメリカ初演は1908年1月3日、ニューヨークのマンハッタンオペラハウスにて、配役はガーデン、プレスラー、ダルモレス、ジリベールラ、シキはカンパニーにであった。イギリス初演は1909年6月18日、ロンドンのコベントガーデンを立ー劇場にて、配役はエドビナ、 ベラ、ダルモレス、ジリベールラ、式は、フリガーラであった。1921年1月15日には、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で、ジェラルディン・ファーラーの主演、アルベール・ボルフの式により上演された。日本初演は、青年グループにより1966年3月23日に、文京公会堂にて、マンフレート・グルリットの式。 竹原昭蔵と佐久間俊奈の演出、川内澄江、高田信夫、友竹正則、佐江草紀美子等により、竹原昭蔵の日本語役にて上演された。1950年2月28日に、オペラコミック座では、ルイーズ50周年を祝う記念公演が模様されたが、当時すでに90歳の高齢に達していた、シャルパンティエは、その晩特に最後の幕を指揮した。 フランスの大統領が、この老作曲家に対して、特に最高のレジオンドヌール勲章を贈ったのは、その際のことであった。近年の注目すべき上演としては2007年3から4月と2008年6から7月のパリオペラ座でのものを挙げることができる。ミレイ・ユドランシュ、グレゴリー君で、ジョゼ・バン・ダム、ジェーン・ヘンシェル、四季画、シルバン・カンブルラン、演出は、 アンドレイ・エンゲルであった。なお、この映像は、フランスのテレビで放送された。リブレットは、シャルパンティエ自身が奏功を書き、象徴主義の詩人、劇作家サンポルルーがこれに大幅に手を加えて、完成させた。作曲者は、自らの時代を表すオペラを書こうと心がけた。フランスオペラの魅惑の著者、沢田はじめによると、 民衆の側に立つ空の思想の延長線上にあるルイーズは激しい論争の的になった。保守的な人間にとって自由恋愛は歪説以外の何者でもない。登場人物も労働者やお張り子ばかりでなく、クズヒロいや通りの物売りなど、オペラコミック座の舞台にふさわしくないものが退去して現れる。しかし人気は急速に広まる。中略ジョルジュビゼの カルメニアマスネのマノンといった破天荒な作品を経て、オペラコミック座はルイーズで決定的に実験的な作品を上演する劇場という評判を得る。また、社会主義的な考え方が過激に含まれたのもこの最初とすると言ってよかろう。50回目の上演時のポスター映画版で主演したグレースムーはオペラ史を表したクラウトによると、 脇役の諸人物は明らかに日常生活から取り上げられ紛れもないパリの方言で歌う。自由結婚の結末、子供の親に対する義務、貧困の悲惨など社会問題に触れた場面もいくつかある。しかし、このようなリアリズムに並ぶものにシンボリズムがある。とりわけ無有描写のよろめく姿はパリの快楽の擬人化である。パリ自体がこのオペラの主人公なのである。 筋書きの背後には、いつも大都会の姿がある。魅惑的で、神秘的で、人物や出来事のすべてを詩的な雰囲気に包み込むので、ある。そして、リアリズムとシンボリズムに加えて、センチメントの要素が加わっている。中略大一幕のルイーズと父親との対話は、この上なく優しい愛情に満ちている。あの日からというつぶやきが幾度となく、繰り返される。 第三幕の愛の音楽は、情熱的に盛り上がる、優れた場面である。リブレットではただ同居しているに過ぎないリアリズム、シンボリズム、センチメントという要素を、音楽の力で一つの作品に破綻なく、まとめているのは、シャルパンティエの優れた手腕である。この自由恋愛用語の作品が引き起こした、いわゆる印象的かつ、先動的側面を持ったもろもろの反対を並外れて、 生き生きとした青春の息吹は吹き飛ばしてしまう。活発で、市場も色彩も豊かな音楽の中で、かの有名なパリの街の叫びをうまく利用している、第二幕の冒頭及び、第三幕のミューズの体感といった勇壮な部分、さらに、ルイーズの一連のロマンスなどは抜きんでて素晴らしいので、ある。また、色彩豊かなオーケストレーションも大きな特徴となっている。 ビオラダモールからミシンに至るまで多彩な楽器が使われている。初演じの衣装初演じの衣装児と、ところ、19世紀末のパリ、モンマルトルチクルイーズのアパート労働者街にある、ルイーズのイエルイーズは、自宅のバルコニーで、向かいのアパートのテーラスにいるジュリアンと、恋人同士の会話を楽しんでいる。ジュリアンと結婚したいが、両親を悲しませることになり、反対に、 両親の言いなりになって、ジュリアンと別れるなら、自分の心は死んでしまうと心情を吐露する。ジュリアンは、ルイーズの父に手紙を書いて、二人の結婚を許してもらおうと提案する。さらに、それが受け入れられなければ駆け落ちしかないという。ジュリアンは、君のような飛び切りの笑顔のモナリザはいないと歌い、音楽は叙情性を高めつつ、二人が並行するオクターブで愛を語っている。 威圧的な音楽と共に買い物から帰ってきたルイーズの母親は二人の姿を見つけるや、イナやルイーズを家の中へ入れ、あんな男を相手にしてはいけないと娘を叱りつけた。ルイーズの母は安定した収入もなく芸術家のつもりでいるジュリアンと娘が付き合うことに反対なのだ。ルイーズはジュリアンだってしっかりした伴侶がいれば酒場に入り浸ったりしないと主張し、 ジュリアンの心を射止めたことを自慢し、母の怒りを煽る。この場面はシャルパンティエには珍しく半音外化性を多用している。父親が空腹を抱えて、夕飯はできているかと、仕事から帰ると夕飯の食卓の場面となる。母は恋に一生うつつを抜かして過ごす金持ちの話をすると、父は平等なんて、ただのご立派な言葉だなとこぼすが、これは、 政治的なメッセージを含む最初の言葉として注目される。隣のジュリアンからルイーズと結婚したいという手紙をもらっていると話す。ルイーズは父の反応を心配そうに観察していると一度家に連れてきなさいと言う。父親としては娘可愛さから同情的な態度を示す。一方、母親としては妥協を許さぬ厳しい態度をとって、 そんなことは許さないと激しく怒り出す。父は母との力関係から母親の意見に従わざるを得ず、結局父親はルイーズにジュリアンとの結婚は諦める、よう悟さざるを得なかった。ルイーズはそれならどうやって最良の結婚相手を選べばいいのかと食い下がる。父親は経験が大事なのだと優しく、彼女に言った。 そして娘の気を落ち着かせようと、いつものように新聞を読んでくれと頼むと、ルイーズは新聞を読み始めると感情をこらえきれず、泣き出してしまうのだった。第一場モンマルトルの情景モンマルトルの丘のふもと、目覚めるパリと題される、前奏曲とともに幕が開く。この前奏曲は、最初に出てきた単純な動機をつなぎ合わせたものである。早朝、丘のふもとの四つ角で、 物売りの女たちが話をしていると、一晩中この周辺をさまよっていた一人の無遊病の男が現れ、自由を歌う演説を始める。この男が物売りの若い娘にちょっかいを出すので、周りの女たちは彼を追い払う。様々な物売りたちが、柔らかいベッドと心地よい服は、皆のものじゃないのと、政治的なメッセージを含む話をする。近くにいたクズヤが、 俺の大事な一人娘もあんな男に騙されて家を出て行ったとため息をつくと牛乳屋の女が私なんか忙しすぎて恋をする暇なんかなかったという他の者が天国の話をし出すと別の者が天国といえばやっぱりパリだとつぶやく路地では警官が不老者を追い払っているジュリアンが友達のボヘミアンたちを伴って現れ恋人のルイーズが お張り子として働いている仕事場の前で立ち止まる。ここなら、ルイーズの母親に邪魔されずに彼女と話せると思ったからだ。ボヘミアンたちはルイーズを我々のミューズにしようなどという。哲学者が私の人生の夢は中三階級になることさ、などと話している。ボヘミアンたちは彼女とうまくいくことを祈るよと去っていく。ジュリアンは一人ルイーズがやってくるのを待った。 ほどなくして、母親に伴われたルイーズがやってきて、母親と別れたところをジュリアンが捕まえるが、ルイーズは両親の気持ちを無視できずにいることもあり、もう仕事が始まる時間だからと仕事場へ入ってしまうのだった。第二話お張り子の仕事場お張り子の仕事場、お張り子たちがルイーズを恋わらいの娘と冷やかしていると、外から楽体の音楽と共に、ジュリアンの歌声が聞こえてきた。 ジュリアンはギターを弾きながら恋のセレナードを歌っている。お張り子の娘たちは窓辺で喜んで綺麗な声だと言いつつ、歌を聴いているが、肝心のルイーズは浮かない顔をしている。娘たちは、ルイーズは恋をしているんでしょとしきりに冷やかす。そのうち歌に飽きてきた娘たちが、深刻そうにしているルイーズを非難しだしたので、いたとまれなくなったルイーズは体調が優れないと言って、 仕事を早退すると告げて、ジュリアンの元へと向かうのだった。お張り子の女監督は、ルイーズの反抗的な態度に唖然とするばかりであった。モンマルトルの丘の上モンマルトルの丘の上前奏曲、遠い街で、で、幕が上がる。丘の上の小さな庭から、ルイーズとジュリアンが、パリの街を見下ろしている。ジュリアンと痺れるような同性生活を始めたルイーズは、甘い愛の歌を歌う。 その日から、自由を支柱に知るイーズは今まで自分がいかに束縛されていたかと語ると、ジュリアンはそれを親のエゴイズムだと非難した。街に明かりが灯り始める中、二人がパリを叩える歌を歌っていると、ボヘミアンたちやフローシャ、ヤジウマなどが集まってきて、周囲が騒がしくなる。愚者の法王と称する男が現れて、ルイーズをモンマルトルの女神として崇め、 体幹式を行うといい、場は大いに盛り上がる。ここは、グランドオペラ並みのスペクタクルとなっている。そこへ、ルイーズの母親がやってきて、父親が病気で弱っており、ルイーズに会いたがっているので、少しの間でいいから帰ってきてほしい。そうすれば、父親の病気もきっと回復するだろうと混乱する。周りの者は皆立ち去り、ジュリアンは、 母親の娘は必ずジュリアンに返すと約束すると、それを信じて帰ってあげなさい。自分は首を長くして待っているから、とルイーズを送り出すのだった。ルイーズは後ろ髪を引かれる思いで母と共に実家へ帰るのだった。家を出るルイーズ・ルイーズの実家のアパート母親は、ジュリアンが住んでいたアパートが取り壊され、見晴らしが良くなったと言いつつ、父親の面倒を見ている。 ルイーズの父親は、運命の首引きに押しつぶされと嘆き、気難しい性格になってしまった。ルイーズは、ジュリアンの元に返すという約束を母親に保護にされ、母親を責めるばかりである。母親は本気で返す気などなかったと開き直る。そのうち父親は、娘が生まれてこの方ずっと娘の幸福ばかりを願ってきたのに、 ジュリアンのような男と駆け落ちして出ていくとは何という裏切りだと嘆く。そして小さな頃は素顔で可愛い子だったとルイーズを小さな子供のように自分の膝の上に乗せる。ルイーズはもう子供じゃないし私には自由に恋愛をする権利があるはずと訴える。その言葉に初めは穏やかだった父親も次第に興奮して怒り始める。そしてついに激しい口論となり、 ルイーズは狂ったように両親を勘違いの愛情だと責めると声が聞こえると言い,い狂ったように歌い出す。見境が亡くなった父親がルイーズを家から叩き出すとルイーズは夜の闇へと消えていった。父親は興奮が冷めると我に帰りルイーズ、ルイーズと娘の名を叫ぶが娘の姿は見当たらない。父親はパリを恨みながらパリめ。 うなるのだった。こうして、市場に溢れた、大都会パリへの壮大な参加が幕を閉じるのであった。母親役を所演した、デシャンジェアン第一幕、約40分、第二幕、約50分、第三幕、約50分、第四幕、約35分合計、約3時間。ありがとうございます。